あ、はい、ちょっとこっち側、もうちょっとこっちにした方がいいか。まあ、いや。まだしばらくは。なかなかね、ちょっとね、この前ね、の金曜日は、この場所を、ちょっとね、取れなかったね。今日ちょっとね、別の曜日ですけどね、やってみてるんですが、まあ、別の曜日なんで、ね、なかなかね、今日はあんまり人来ないかなと思いますけども。まあちょっとね、この前ね、ちょっと、金曜日できなくて申し訳なかったんですけどね、まあ、あれですね、ここの場所もちょっと、以前はね、予約を取れたんですけどね、まあ今、その予約の制度がなくなったんで、ちょっとね、なかなか その時に空いてないと取れないというちょっとことになって、まあ以前もね、予約は早い者勝ちだったので、だから不確実なのは変わらなかったんですけど、まあそれでもね、一応予約を取れればかなり、まあ、確率としては高かったんですが、ね、けども、ちょっとね、その予約の制度がなくなると、なかなかね、難しい、その時に空いてないと、ということなんですよね。よいしょ。まあ、どうかな。ちょっとこう様子を見て。今日は、なかなか人は、まあ、来ないですかね。とっと。まあ、ちょっとしばらく様子見ながら、これは、尾崎豊という、あれなんですけど、まあ、ちょっと、いつもと違う曜日なんでね。まあ、来ないようだったら、まあ、適当なところで始めようかと思います。いますけども、ちょっと待ってください、ね、これ。その前に、こう。これを、これはね、400% になってるのかな？これでやった方がいいのかな？これでちょっとまた、ちょっとヤフーの記事でもニュースでも見てみましょうか。関西3府県ということ、大阪、兵庫、京都ですかね、これはおそらく。先行解除。これ、どうなんですかね。そうするとちょっと、まあ、ここは、まあ、もともと使える状態なんでね、まあ、あれなんですが、関西3府、まあ、これは、一応ちゃんと、中京2県の先行して解除する政府が、ちょっと待ってくださいよ。これはちょっと重要なニュースですよね。政府が新型コロナウイルスの特措法に基づいて、要するに緊急事態宣言は、関西3府県や中京2県などを先行解除するという方向ですね。で、京都府と兵庫県は、京都府と兵庫県、で、大阪府は、
京都府と大阪、22日。ということは、これは、2月末でいいんですかね、これは。ん？ちょっとはっきりしないな。ここは、大阪は2月末日ですよね。京都、兵庫も同じ日なのかな？ちょっとはっきりしない記事だね。期限を待たずに解除するよう政府に要請する方針。だけども、これちょっと日付ははっきり書いてない。大阪府は2月末での解除、要請ですよね。ちょっとこの記事だとはっきりし、大阪、兵庫、京都に関してははっきりしないんですかね。このちょっとはっきりしない書き方ですね。まあ、おそらく大阪が2月の末なので、まあ、おそらくそれに合わせるんでしょうけれども、ちょっとこの記事では明言はしてないですか。そうですね。で、愛知県。愛知県と岐阜県も2月末解除。これ、でも記事の解除がどうだっけ？26日に決定とか、これまた日付はちょっとはっきり書いてないな。どうなんですかね。さてと、やっぱ今日は人来ませんかね。いつもと違う曜日なんでね。さすがに来ないか。まあいいですか。もうちょっとニュースを見てみましょうかね。内閣広報官もなんか接待がどうのこの、まあまあどうでもいいような話ですね。笠置川以外、学長の解任請求をやって、なんかあったんですか、これは。これは何かまた不祥事があったってことですか、何か。まあ、解任要求っていうのは、それなりのことがあったね。旭川医科大学、新型コロナウイルスの軽症患者の受け入れを求めた局員長を解任したことをめぐり、この学長解任を請求するという、そう。ということは、だから、その軽症患者受け入れに、まあ、ノーということ、こう言ったのが、言ったのに対して、まあ、それはダメでしょうという話ですか。会員請求、これ、請求ってこれどうなんですかね。そうか。これってこう、解任請求ってこれ、通るような。どうなんですかね。文科省は是非を判断するですかね。これどうなんですかね。まあ、なんとも、どうなるかわかんないような話ですけども。おっと、なんだ。あとは、セシウム、クロソイン、これは、あれですかね。原発事故の関係でですかね、おそらく。クロソイっては、魚みたいですね。なんか、
放射性物質が、まあ、福島県沖だから、まあ、原発の関係でしょうね、おそらくね。まあ、これね、まあ、あれですよ、原発事故のことって、結局、これって本来ですね、解決したわけじゃないですからね、やっぱり。ね、放射性物質、これ、今でもあるわけですから。そうですね。今でもこうね、放射性物質が残ってるわけで。これやっぱりね、まあコロナも大変ですけど、まあこっちはね、もう、まあワクチンもできて、あと1年、2年経てば、まあ解決していくんでしょうけどね。原発事故の方はこれ本当の意味で解決っていうのには言うんじゃないですかね。まあ、今日はどんどん人来ないかな。来ないですか。もう。ということで、じゃあ、もう本題の方入っていきますかね。まあ、もうちょっとだけ、愛しますかね。元 AKB 画家。元 AKB で画家になった。これはない。元 AKB の画家ですか。ボールペン画家。ボールペンで描くんですか。ボールペンで描く。そんな、まあ、そういうのもあるんですかね。ボールペンが、なるほどね。そういうふうな、元 AKB から、そういう方向に、転身というのかね。まあ、そういう方向に、まあ、で活躍、まあ、しつつあるということなんですかね。まあまあ、それは、ね、そういう方向でね。まあ、そういう方向で才能がね、開花してるんだったらいいんじゃないですかね、それは。1日15時間書いてある。それはすごいですね。やっぱり努力してますね。なんか才能が高く評価されると、やっぱ才能はあるみたいですね。そうですか。元 AKB の前、たくさんいますからね。まあ、いろんな方向でね。まあ、いろんな分野で活躍する人もいるということですね。さて、やっぱ今日はもう来ないようですので、もうね、これはもうアーカイブ用のものということで、まあ、ぼちぼち本題入っていきますかね。まあ、これ、尾崎豊でも先に出てます。まあ、ミスチル、まあ、今の時代に近い順で言うと、まあ、まずミスチルなんですけどね、ミスチル、まあ、ミスチルの曲はね、前から、何度か取り上げてきたこともありますし、ミスチルの曲にはすごくね、惹かれるものはあるんですよね。ただ、まあ、ミスチルのファンと言えるのかな、どうか微妙なんだけど、曲に対しては、ミスチルの曲に関してはすごくファンですよね。ただね、ミスチルという、まあ、バンドのファンかどうかっていうのはちょっと微妙
な感じかな。そうですね。ミスチル、ある程度こう見てきた人はちょっと、これは、分かってもらえるんじゃないかと思うけど、桜井さん、まあ、桜井さん中心という言い方はどうなのか、わかんないけど、うん。で、桜井さんずっと見てきた人は、これ、結構ね、以前の桜井さんって、ちょっと結構ね、微妙になんか、まあこれ雰囲気なんですけどね、微妙になんか気難しい雰囲気を漂わせた時ってあるじゃないですか。どうなんかな。うん、これ多分ね、わかる人には分かってもらえるんじゃないかと思うけど。だからね、ミスチルのファンの中でも、実はね、桜井さん、微妙に苦手なん、実は微妙に苦手なんだっていう人結構いたんじゃないかなと思うんですね。うん。だから、もう、すごくいい曲、特に詩がね、すごくいい詩を書くし、うん、だから、まあ、ファン、私も一応ね、ミスチルの、まあ、ファンといえばファンなのかなと、ね、要するに曲のファンなわけですから、まあまあ、ファンといえばファンなんでしょうけどね。ただ、この、桜井さんの漂わせてる微妙に気難しい雰囲気ってのは、ちょっと苦手ではあったんですよ。うん、ただ、だけどね、最近のライブの映像なんか見て、そのなんかちょっとね、雰囲気から、ちょっと気難しい雰囲気っていうのがあんまり薄らいで、なんかちょっとね、あんまりその雰囲気がなくなってきたかなという感じがあって、あ、これは、うん、なんというかな、うん。だからその気難しい雰囲気を漂わせてた時って、やっぱどっかでね、どっか、まあ余裕がないっていう言い方はまた違うかな。うん。ただ、名もなき歌みたいな曲、まあああいう詩を書いていったわけですけども、ただ、おそらくあの詩のようには、彼自身はね、心の底では思ってなかったんじゃないかと。まあそういう話これまでもね、幾度となくしてきましたけど、そういうところでちょっと、実は正義がつかないようなところが、彼の中であったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、それが、そういったところが、ね、なんか最近正義がついたのか。まあ今でももしかすると、詩のようには思ってないかもしれないけど、思ってないなら思ってないなりに、思ってないなりの整理がついたのかもしれないなと。まあ、そこでああいうなんかちょっと最近柔らかい感じになってきたというのか、あんまりその気難しい雰囲気っていうのが前面には感じられなくなったかなという。まあ、心の中ではまあどうかわかりませんけどね、見た感じ、そういう感じがしてきたかなという、ことは思いますよね。まあ、なんとかな、そのミスチルのライブなんかで、まあ、結構ね、尾崎豊はね、かなり桜井さんの影響を受けたみたいだし、あと、まあ、佐野元春の影響も、まあ、大きいみたいですけど、まあ、この尾崎豊に関して言いますと、これね、尾崎豊と、まあ、ちょっとこれ、こういう記事もありますけどね、
だからこれ、26歳で亡くなったんでしたかね。65年生まれて、92年4月でこう、26歳で、なんか、アルコール、急性アルコール、中毒だったかな、で亡くなったんですかね。うん。だこの死因についてはなんかいろいろね、なんかいろいろ言われてるんですね、これ。うん。ああ、なんか擦り傷じゃないやだ。まあ、これも、なんか覚醒剤が大変、検出されていたと。うん。で、なんかいろいろね、なんか擦り傷、いろんな傷があったんで、なんか殺されたんじゃないかとかいう、なんかその説も流れたんですけど、なんか覚醒剤の、うん、影響で、なんか自分でこういろんなところを転げ回ったりとか、なんかしたという、なんか証言があるのかな、うん、うん、どうそういう、それでそういう状態になったらしいんです。なんかその、ここでもね、他者からの暴行によって生じるようなものとは違うと、うん、いう、なんか、結果、まあ、そんな感じ、うん、らしいです。だからその、まあ、自分で転げ回っていたという証言がね、あるみたいで、どうもそういうこと、そういうことらしいんですがね。うん、だまあ、まあ、いろんな、まあ、それに関してもね、いろんな、まあ、説はあるんでしょうけど、まあ、一応そういうことはあったみたいで。そうそう、若者におけるカリスマ的人気。まあ、10代の競争みたいなことが言われてたんですかね。で、今なんか、そうそう、教科書にもう出てるんですかね。だから、学校なんかの管理的なところに対してすごく、抗うような曲。まあ、卒業っていう曲もなんかそんな感じの曲ですけどね。これは、ディスコグラフィーは、どうだったかな。今日の特集版、まあ、こんなのはいいや。こっちでもこうした方がいいか。ディスコグラフィーはどうなったかな？略歴、ファンクラブ。あれ？曲は、普通ディスコグラフィーや。曲はまた別。あ、作品だ、作品。もうこれいいんか。どうなんですかね。うっさーと。写真集。いや、まあ、これはいいや。まあ、なんか、どちらにしてもですよ。元に戻した方がいい。あ、これか。26歳は突然死。死後のエピソード。
ですよね。教科書への掲載です。これですよね。うん。高校の教科書に顔写真や15の指の歌詞が、ね、掲載されていると。うん。あ、倫理のね、教科書にね。まあでもこれ、うん。まあどっちかというとその学校に反抗するような感じの、まあ歌詞というかね、歌が、まあ割とあって、まあ、そこでその学校の教科書にこう、自分のことがこう掲載されてる。今もし あの世から見てると微妙な気分かもしれないですけどね。まあまあでも、いわば敵に認めさせたという意味では、まあ、むしろ留飲が下がるのかもしれないし、まあどうですかね。まあそんな感じなんですかね。と曲は、卒業、やっぱ卒業っていう曲は、まあ、有名でだけれども、まあでもね、あれですかね、尾崎豊のファンだと、割と、僕が僕であるためにっていう曲がね、好きな人がなんか多い印象ですよね。僕やるために。この曲は、尾崎豊。あ、僕は僕やるために、これね。この曲は、なんか、まあ、ファンの間でも、ちょっと文字小さいかな。もうちょっと大きくしようか。これが、もうちょっとこのぐらいどうかな。まあ、このぐらいで、うん、こういう、心すれ違う悲しい生きざまにか。これね、この人を傷つけることに目を伏せるけど、優しさを口にすれば人はみんな気づいてる。まあ、これちょっとね、わかりにくい詩なんですけどね。優しさを口にすればね、人はみんな気づいてる。んっていう感じなんですけど、傷つくようなのって優しさじゃないような雰囲気がするんですけど。だからこれもなんかね、まあまあ、よく言われる説、一説によるよく言われる解釈では、あれなんですね。優しさっていうのが、その人にとっての、本当にただ、その人にとってはちょっと、耳に痛いことでも、その、本当にためになる、その人のためを思って、その人の、まあ、ためになることというかな。まあ、そういうことを言う。まあ、はっきり言うべきことを言うみたいなことなの、なんじゃないかと。だからそれが本当の優しさだと。でもそれを口にすれば、人はみんな傷ついていくと。だからその前に人を傷つけることに目を伏せるけどというのもそういうことかと。いう解釈が、まあ、結構言われますよね。そういうことなのかもしれない。で、僕は僕であるために勝ち続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それをこの胸に分かるまで。なんかこれは、
これなんか、その、もしそういう流れだとすると、これも、だからその、その空気に、そういうことを言うべきじゃないという空気に負けずにというかね、そういう圧力、空気だとか圧力に負けずに、自分のそのね、言うべきことを言うのもそうだし、自分のあり方を貫いていかなきゃいけないと、そうしなきゃ自分が自分でなくなってしまう。自分が僕が僕であるためには、そういうのに負けずに勝ち続けなきゃならないということなのかもしれない。そうなのかもしれないですが、尾崎豊としてはそういう感じの意味で、この詩を書いたのかもしれないんですけど、なんかね、自分の中ではね、私の中では、もうちょっと違う意味の方がしっくりくるというか、とかね、違う意味にとってたんですよ。だから、何かこれが本当に正しいとか、こうあるべきだっていうことを、主張しても、なかなかね、じゃあそれが世の中で通るか認められるかというと、むしろ、なかなか通らない方が、のがむしろ普通かもしれませんね。それですぐ、すぐね、それが通る場合もあるでしょうけども、むしろなかなかね、なかなかそうはいかないこともあるでしょう。ただ、通らないにしても、それをね、主張なり提唱なりし続ける。でもね、そのことさえも、やっぱり、ある程度、力がないと、なかなか、多くの人には聞かれないだろうし、で、だから、それを主張し続けるためにも、やっぱ、ある程度、尾崎豊の場合も、シンガー、ね、歌手としてシンガーソングライターですかね、として、ある程度成功していかないと、それを、なんか表現する。それを言い続けていくっていうことも難しい。言ってもなかなか聞かれないと。それもそうだし、それでシンガーソングライターとしても、もしね、立ち行かなくなって、一般の、普通にどっかの会社に勤めるしかなくなったときに、そういう会社の中とかだったら、自分が正しいと思うと、いつも、言えるかっていうと、なかなか難しいわけです。そんなことを主張したら、もうクビになることを確保しなきゃいけないみたいなことも、あり得るわけですよね。だからそんなことになったら、僕が僕であり続けるっていうのは、困難に難しくなるわけです。いや、クビになってもいいやって、言えるだけのね、クビになってもなんとかやっていけるっていう、三段があればいいですけど、それではお金がないって、生きていけないっていうんだったら、なかなかそれも難しいし。だから、僕が僕であるためにっていう、そのためにも、シンガーならシンガーとして、勝ち続けていかなきゃいけないと。現実問題としてね。勝ち続けていかないと、本当に自分が自分であるっていうことを、実際問題も難しくなってくると。そういうふうな現実というかな、そういうふうな難しさというか、でもそういうふうな意味合いかなというふうにずっとね、受け取ってきたんですけどね。
まあでもなんかちょっとこの歌詞を見ると、ちょっとそういう意味で言ってたのかどうかは、わかりませんけどね。まあ、ただ、尾崎豊が実際どう思っていたかとかいうのとはまた別に、まあ、自分はちょっとそういうふうな意味で取る方が、まあ、しっくりくるわけですよね。そうね。君が君であるために勝ち続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それがこの胸に分かるまで。冷たい街の風に歌い続けてる。だからやっぱり、その、なかなかそのね、主張といいますかね、いうことがなかなか認められないと支持されないということもあるだろうけれども、まあそれに負けずにということなんでしょうけどね。ちなみにこの、あれ、その、しばしばある解釈、つまり、相手のことをためを持って、まあこれを言ったら傷つくだろうけど、でもそれを言ってあげるんだというのは、まあ、それが本当の優しさなのかどうかっていうのは、ちょっとね、一概に言えないかなとは思うんですけどね。だって普通の人だったら、普通の人は、いや、まあ理屈の上ではそう、これを言ってあげた方がためになるんだろうけど、いや、でもこれは言えないやと。こんなこと言ったら、その、傷つくのを、分かってるから、まあこれは言えないやとなって、まあ、あんまりそう言わないのが、普通だろうし。じゃあ、それがね、じゃあ、本物の優しさじゃないのかっていうと、いや、そうでもない。それはそれで本物の優しさだと思うわけですよ。だから、むしろ、いや、これを、これ言ったら傷つくだろうけど、でもこれを言ってあげるのは、本当にためになるんだっていう、言うのって、それって、むしろなんか、理屈じゃないですか。理詰め、なんか、まあ理屈としてはそうなんでしょうけど、まあまあ理屈なわけですよ。そうじゃ、それに対して、いや、それ理屈ではそうだけど、でもまあ、そんなことは言えないよっていうのは、もう理屈を超えた、理屈以前のものといいますかね。いや、だからそっちの方がむしろよっぽど本当の優しさなんじゃないかと、いうことも思うわけで。で、まあ実際は、多くの場合は、そう、私たちってそうしてるわけです。私たちの多くはね、大概の人は。で、それはそれで結構、まっとうなことなんじゃないかなと。それはそれとして本物の優しさだと思うし。じゃあまあ、尾崎豊の、言ってる意味が何なのかはっきりしませんけど、まあ、よく言われている、その、はっきり言ってあげることが優しさだというのは、それは別に偽物ってわけではない、なし、それはそれなりに、彼なりの、その人なりの本物の優しさなんでしょうけどね。ただ、本物の優しさというのも、まあ、一つじゃないし、だから、それぞれに本物の優しさなんだと思いますけどね、それは。まあ、それは、そんなことで。あとは、佐野元春もね、ミスチルは影響を受けたみたいですけどね。佐野元春。まあ、佐野元春はね、もう、その後、大体みんなね、影響を受けてない人の方が少ないでしょうけど。ね、その後に出てくる、まあ、シンガーソングライター。まあ、そういった人たちね、バンド。今の J-POP にね、やっぱり影響
影響はね、まあ、受けてない人の方が少ないでしょうけど、佐野元春、佐野元春というのは、佐野元春。うん。佐野元春という言はね、おぉ、ちょっとこれ大きいな。佐野元春か。アンジェリー、そうそう、アンジェリーナ。1980年ですか、これ、ファースト。もうちょっと前からいたような印象ですか。80年か、まあ、割と最近。うん。やっぱこのサムネですよね。うん。なんで、このね、サムネね、このね、アンジェリーナとか、この辺の曲、うん、むしろこういう曲はね、曲でこう、まずは受けたんでしょうけどね。うん。だこの辺の曲はね、なんだろうな、佐野元春の、なんかのインタビューで言ってましたけどね、佐野元春も、まあ、なかなかね、お父さんは佐野元春のまあまあこういう音楽ってなかなかね認めなかったのは、いや、お前の曲なんか全然ダメだよみたいなことをずっと言ってたみたいなんです。まあ多分このアンジェリーナとかこの辺の曲はあんまりね、理解しなかったんでしょうね。うん、そう。ただまあ、うん、この辺もね、なかなか理解しなかったんでしょうけども、もうサムデーはね、そのね、なかなか理解しなかったお父さんが、この曲、ちょっといいなって言ったらしいんですよ、このサムデーに関しては。だから、この曲はそのね、なかなか理解しなかったお父さんの心をも、まあ、動かしたんでしょうね。うん。サンデーね。だから、この前のあれですよ。スナップの夜空の向こうにしてもね、60代の男性の人がね、これがスナップで一番いい曲だよって言ったと。60代の人がですよね。うん、だから、そういう年代の人でも、やっぱり、本当にいい曲って、やっぱり、伝わるわけですよね。だからこのサムデーも、そうでしょうね。それまでの曲、全く理解しなかったというか、お前の曲なんか、全然ダメだよって言ってた、そのお父さんがですよ。今度の曲、ちょっといいな、と言った。やっぱりこう、分かった、伝わったんですよ。うん。佐野元春。サムデー。佐野元春ですね。佐野元春がいいか。佐野元春、サムデー。歌詞まで行っていこうかな。うん。うわ。動画たくさんあるね。動画。その音。これか、これはここで歌詞が見えるのかな、どうだろう。ここは、これは違うか。これは違うか。
これかな？ここは、あ、これ歌詞だよね。その元。うん。お、お、なんか下の下もいるな。余計なのが。ねえ、これいらない、いらない。こんなの消せないのかな。ああ、なんか小さくなっちゃったよ。これね。サムデーというのもね。サムデー。真心がつかめる、その時まで。うん。真心、このサムデーってのは、あ、そうそう、いつかは誰でも愛の謎が解けて、一人きりじゃいられなくなる。まあ、そういう関係のことなのかな。で、真心がつかめる。うん、そういう、それがさ、そういう日なのかな。サムデー。うん、でもね、まあまあ、そうなんだろうけど、このさっきのね、僕は僕であるために、じゃあいや、尾崎豊がね、あと、卒業っていう曲、卒業歌詞、確か、あと何度卒業、自分自身卒業すれば、本当の自分にたどり着けるだろうだったかな。なんかそんな感じの詩がありましたけど、ちょっとそれ、とも通じるのかな、その本当の自分にたどり着けるっていうこととも、うん、そういうことでもあるのかなと思いますけどね。うん、まあ本当、まあそれもそうだし、うん、真心、本当の愛にたどり着けるみたいなことなんですかね。真田春はいつだったかの、インタビューで、うん、まあ、こんなことを、こんな感じのことを言ってましたけどね、だからこの曲、うん、書いてた時っていうのは、もちろんそのサムデーを信じると、うん、信じる心はいつまでもサムデー、だから それを信じるという。そのサムデーがいつか来るということを、まあ、信じるという、うん、そういうことだったんですけどね。ただ、まあ、そのうちもう少し大人になって、まあ、こういうふうに思うようになったと。で、サムデーはもしかしたら来ないかもしれない。でも、もしかしたら来るかもしれない。うん、だから、その、なんとかそういう可能性に期待してというかな。期待して、その、うん、まあ生きていると言いますかね。うん、まあ、そういう気持ちになっていったという、まあそんなことを言ってましたけどね。うん、だからこれ、まあそうなってくると、これもなんか本当キリスト教のね、まあ神の国みたいな、話ですよ、これもね。だから地上、まあ、キリスト教の場合は、地上では、まあ、完全なね、そういった時は来ないけれども、その、まあ、神の国、もう一つの世界で、それが実現する。まあ、ただ神の国ってね、ただもう一つの世界っていう言い方は、どうなのかな。一応、この世界が、この世界がこの世界のままで神の国に変わっていうことではあるのか。でも、あれちょっと微妙なんだよね。黙示録のあれからすると、まあ、千年王国っていうのがまずあって、でも、その後アポカリプスがあるから、まあちょっと、ね、微妙なんですよね、そのあたりはね。まあ、とにかく今のこの世界とは
違った、まあ、世界、その世界、新しい世界でですよ。それが実現するみたいなことなんですかね。うん。だから、この、来るかどうかわからないけれども、その可能性、その来る可能性を求めて、まあ、可能性に期待してみたいな。うん。まあ、そこにある種、やっぱり宗教性っていうのはあるかなと思いますよね。うん。まあ、そう。そういう感じですよね。うん。サンデーね。まあ、あれですね、ミスチル、尾崎豊、佐野元春。まあ、ずっとこの、年代からすると、佐野元春、年代、いや、尾崎豊の方があれなの？佐野元春って何年ぐらいだっけ？佐野元春は、いや、佐野元春の方があれ、もう80年にデビュー。デビューは佐野元春の方が、佐野元春は、青年で言えば、尾崎豊は1965年。で、佐野元春は、ああ、ちょっと待って。佐野元春は、佐野元春、もう一度確かめてみよう。あ、56年生まれだから、まあ、尾崎豊よりは、まあ、10年近く、まあ、9年か10年かぐらい早いと。80年、さっき80年デビューって書いてあったかな。結構遅いんか、24歳か、そこら。あれのはアルバムかな？歌手は、あ、活動期間80年か。だから、まあ、結構ちょっと遅めに、ですかね。うん。80年かか。まあ、だから、佐野元春、尾崎豊でミスチルと、まあこれでも少しずつでもタイプは当然違いますね。少しずつ、まあどっか通じるところがあるんですけど、ね、だからなんか何かこうね、受け継がれているというのか、そうですね。そういうのは感じますけども、またやっぱ少しずつ違いますよね。尾崎豊と、だからね、尾崎豊はね、若くして亡くなった。これが、アルコールや、覚醒剤もそうだけど、どうなんかやっぱり、まあ、そういうのがないと生きていけなかったのかな、どうなのか。だから桜井和寿もね、桜井和寿もそんな余裕があったわけではないと思うし、ずっとかなり長い間、なんか気難しい雰囲気を漂わせていたっていうのは、やっぱり、だからどっか余裕がないか
なかったからだと思うんですよね。うん。だけども、だけどその、だけど彼は生き延びたと。うん。彼はまあ生き延びたわけですよ。うん。だから尾崎豊が生き延びられなかった。まあでもね、あれ、アルコールで、まあアルコールと覚醒剤で、急性の中毒だったわけで、まあ事故といえば事故ですからね。だから、あそこでそういった事故が起こらなければ、うん、ずっと生き延びたかもしれないわけですけども、ただやっぱり、その最近のそのね、あのミスチル、桜井さんもね、まあ以前はちょっと気難しい雰囲気を漂わせていたけれども、まあそこら辺がちょっと抜けた感じで柔らかくなった。それを見ると、尾崎豊もそうなれた可能性はあると思うんですけどね。うん、ただね、あれですよ。結構ね、うん、だから、それは、うん、まあ、キリスト教がどうかどうかはともかく、なんかちょっと、それに匹敵する何かの救いっていうのが必要だったかもしれないですよね。うん。まあ、佐野元春にしろ、尾崎豊にしろ、まあ、桜井和寿氏にしろ、だから、まあ、桜井和寿氏はちょっとどうかわかんないけど、まあ、尾崎豊はね、なんかクリスチャンになる、なんていうか、素質がかなりある人だな、ということは思いますよね。うん。彼はおそらく別にそんな信仰があったりとかいうわけじゃなかったと思いますけども、うん。佐野元春。佐野元春の曲、サムデイはね、ほんとなんか、キリスト教を彷彿とさせるみたいな感じのね。曲ですけどね。うん。まあでもなんか尾崎豊の方がね、なんか、うん。まあ尾崎豊の方がでも、もしあのまま生きていれば、結構クリスチャンになった可能性があるみたいな。そんな感じはしますけどね。うん。まあ、キリスト教かどうかはともかくとして。うん。そうですね。そのこと。さあ。あ、いつの間にか一人。見てくださっていましたか。まあ、この前ね、ちょっと金曜日のね、いつも金曜日、あれやってたんですけど、ちょっとここの場所が取れなかったんでね、ちょっと できなくて、ね、そこはちょっと申し訳なかったなと。うん。ちょっとね、ここ、あれなんですよ。予約の制度がなくなっちゃったんでね、だからその時空いてないとね、入れないという、あ、ちょっとね。だからこれからもちょっとなるべく金曜日にできればいいなと思うんですけども、だからその時空いてないとまたちょっと今日みたいに別の曜日にでもしないとということになるんですけどね。まあ、なるべくね、金曜日にできればなということなんですけども。あれですかね。どのあたりか聞いていただければ、まあ、ミスチルの話、まあ、最初はミスチル、うん。そうそう、だからミスチルのね、桜井さんがね、なんか以前はちょっと気難しい雰囲気漂わせていたけれども、なんか最近になるとそこら辺がね、ちょっと抜けて、まあ、柔らかい雰囲気になったなというところからね。うん。
まあ、そこから、まあ、桜井さんが影響を受けた、うん、まあ、尾崎豊の話とかね、うん、で僕は僕であるためにというこの曲の歌詞とかね、ちょっと見てきたんですけどね、うん、そうそう、で、まあ、人を傷つけることに胸を捨てるけど、優しさを口にすれば人はみんな傷ついていく。ちょっとね、不思議な歌詞ですよね、あれもね。うん、さっきそういう話したんですけど、僕が僕であるために、もう一度見ようかな。僕が僕であるためにの歌詞ね。ああ、新刊じゃないや。あ、これ歌詞用語ね。うん。まあさっきの話ですけども。これね。うん。優しさを口にすれば人はみんな傷ついていく。だから、どうも、よく言われてるのは、これはその、まあ耳に痛いことだけれども、その人のためを思って、これが、まあ、本当のことを言ってあげるみたいな、うん、ことなんじゃないかということは言われますよね。うん、で、まあ、そういうことは、まあ言わないであげた方がみたいな、その空気というかな、いうか、まあ圧力というか、それに負けずに、ね、それを貫くと、まあそう、自分のあり方を貫く。ということで、そう、まあ勝ち続けていかなきゃ、僕は自分で、僕は僕であり続けることができないと。あり続けるために勝ち続けなきゃいけないと。そういう、まあ空気とか圧力に負けずにみたいなことなのかな、とも、いうこともね、思われるんですけども、だけども自分はちょっとそういうのとは違う受け取り方の方がしっくりくると。うん。まあ、さっき言ったことも繰り返しになりますけども、あれですよね。本当にその正しいことを言い続けるにしても、やっぱその、ある程度成功しない、ある程度その成功するなり、なんないしないと、そのことはなかなか聞かれないと。うん、尾崎豊であれば、死んだ歌手として、まあ、ある程度成功して、歌手として、成功したからこそ、こういう曲がね、聞かれるわけですから。うん、でも、もしその歌手として成功しない、せずにもう続けられなくなって、もう普通の会社に勤めるしかなくなったとしたら、その会社の中だとね、なかなかね、正しいことって言い続けるって難しいじゃないですか。うん、これは、これが正しいかもしれないけど、ね、まあ、それを主張したら、クビになるかもしれない、確保しなきゃいけないみたいなこともあって、で、ね、生活していくためには、そうもいかないと。なると、僕が僕であり続ける、ね、主張すべきことを主張するということも難しくなる。だから、そういう意味で、本当に僕が僕であり続けるために、実際問題として、まあ、歌手なら歌手として、やっぱある程度成功していかないといけない。勝っていかないといけない。勝ち続けなきゃいけないという、そういう難しさを言ってるのかなと、そう思ってきたんですよ、私はね。だけど、今、この歌詞を見てみると、あ、ちょっとそういうことではないのかもしれないなとは、思ってるんですけども、まあ、尾崎豊が言った意味とは違っても、どうも自分はそういう意味の方が、出てる方が、どうもしっくりくるんですよね。うん。で、まあ、あと、まあ、沢本春の三遍の話ですよね。
まあ、お父さんがね、なかなかね、佐野元春の音楽をなかなか理解せずにね、お前の曲なんか全然ダメだよって言ってたのか、やっぱこう、だけど、サムデーを出した時に、初めてね、今度の曲ちょっといいな。と、まあ、そう言ってくれたと。だからやっぱりね、いや、分かったんですよね。本当にいい曲だと伝わるわけですよね。まあ、それが、この前のね、あれですよ。スナップの、夜空の向こうにしたんです。そうじゃないですか。60代の男の人がね、男性が、この曲がスナップで一番いい曲だ。でも、まあ、言うぐらいね、やっぱ伝わったわけですよ。60代の人、そんな世代でも伝わると。本当に、やっぱいい曲だったらね、やっぱ伝わるのかな、と、いうことですよね。まあ、そういうことは本当思いますよね。さあ、まあそんな感じなんですけどね。どうしようかな。まあぼちぼちちょっと囲碁将棋もそろそろとやっていく時間かなと思うんですが、まあ、もうちょっとこっちの話、どうかな。まあ、一応ある程度人通りはしたんですけどね。どうしようかな。一応将棋の、ちょっと、そこだけ、入るだけ入るかな。そうそう、これね、この前ね、この将棋ウォーズやったら、駒が全然やっぱりね、見ると見えてなかったんですけど、これちょっと、これ、今ウェブカメラ変えるとね、ちょっとは見えるみたい。さっき見た感じ、ちょっとね、テストで見た感じでは見えたんですけどね。どうかな。まあちょっとやってみますか、ちょっと将棋ね。将棋も、私の将棋は下手ですからね。大体負けるんですが、将棋坊主今、こっちは3勝6敗だから、たまには勝てるという感じですけどね。まあでもね、やっぱこういうネットでやってる人、大体みんな、本当の初心者ってあんまいないですよね。やっぱみんなある程度強いですからね。こっちはこれも消していいのかな。これは、以前の将棋の寄付か。これ負けたやつかな。これもう一回見てもいいですけどね。まあ、ちょっとこう、これはキャンセル次。あらら。ちょっと待って。これ言っちゃダメだ。あ、戻らないかな。あ、これ戻った。将棋ウォーズ。これ対戦できないのかな。ちょっとこれはでも。ああ、これになっちゃうんだね。さっきログインした。あ、もう一回入り直さなきゃいけないのかな？ブラウザ版で。マイページ。あ、これね、なんかちょっとね、なんか音がしちゃうんだよね。これはね、なんか感染モードになってて、これも、別に、これ消すためにはどうしたらいいのかな。これは、消せないのかな。感染中。いや、別に感染するつもりないんだけど。なんかこう将棋やってるみたいですね。これ。
まあ、この人たちはなんか強い人たちなんでしょうね。これ、消せないのかな。まあ別にいいけども。本線、これは消せないの。感染モードになってる。いや、タバチの符。おお、なんかすごい音が大きいな。ちょっとこれ戻ろうか。これキャンセルしたらどうなの。で、これはどう？これ消すと？ああ、これマイページになるんだね。なんか2つあるな。1個消そうか。で、これマイページで。いや、マイページじゃないや。あら？対局開始で10分消え負け？これは、どうだったのかな？これで、ん？始まんないのか。これで、いや、これはいいから、戻るのかな？どうなってるのこれ。10分切れ負け。チュートリアル終了した。ああ、チュートリアル、こんなんいらないか。あ、これで多分始まるのかな。この曲ってなんかあれだよね。なんか、昔歴史の番組でヒストリアかなんかあったけど、あの曲と雰囲気が似てる感じで、同じ人があれしてるのかな。これなかなか、ん？当たりを開始押さないとダメか。あ、これで、いつまで経っても来ないか、これしないと。あ、これで、お前が先手だ！お前が先手だ！対局開始！これ、ちゃんと映ってたな。この前なんか、コマが全然見えなかったんだけど。おお、これは、どうすんだろうな。飛車を、ここに。四間飛車。ここ角を上げないといけないね。これどうすんだっけ？よくわかんないけど、これ。銀はこれ上げていいんだっけ？これ銀上げていいんだっけ？ああ、これは受けるのかな？ああ、なんか、これは棒銀かなんかですか？これ。なんかわかんないけど、ちょっと、どうやっていいかわかんないから。畳の額に。ああ、しまった。そこまで言い換えちゃうと。身の囲い、まあいっか。ああ、これ、棒銀だね。棒銀やろうとしてんだよね。これ、どうなのかな、わかんないんだけど。これ、この前やってくんの？もうすぐやってくんの？ああ、
しかし、ちょっとこれ、どうしようかな。これ、気にあげたいんだけどな。あ、もうやってきた。これ、でもまだ桂馬、あ、そっか。でもこれ、桂馬はあれだね。あ、でも、そうするとこっちの歩をついてこないで困るのか。まあ、よくわからんけど、なんか取るとまずそうだから。赤身のガフ。これは取るんだろうね。これって、これ角で、これは筆取っていいのかな？これ筆取ると銀が出てくるのかな？まあ、わかんないや。わかんないよ。筆取る。わかんないよ。これで銀で上がって出てくるっていうの？ああ、これ普通の棒銀ですよね。これ歩だから大体、ここら辺に打ってるんじゃなかったっけ？一個だけ進むって不思議な手だよね。なんかあんまりよくわかんない手だけど。これは、なんかどうやっていいかわかんないな。これ銀は当たったらまずいんかな。7分。時間が。これってでも、こう、どんどん出ていったら、もうわかんない。もう銀上がっていこうもん。もうどうやっていいかわかんないんだ。角。これは、まずかったかな、これ。角ね。角か。角には角で。ここを角でもいいけど、まあ、ここで。あ、ここ歩打たれたら困るか。あ、そこに打ってくれたら、まあ。でもその後、ここに歩を打つ手が残るんだよね。これ困るよね。これ、桂馬で取ったらどうなのかな。桂馬で取ったら、なんか、まあ、ちょっとどうなのかわかんないけど。どっかこの辺の角打たれて困ったり しそうだけどね、まあ、どうかな。やっぱね、打ってきたね。なんかいかにもって言ってたから。これは、ずっとこうでも打ってるのかな。なんかちょっと困って、もうなんか困った感じになってるけどね。いや、これだったら飛車が来るか。いやー、ちょっとね、まあ、言ってもな、今角あるんだっけ？角を。
まあ、でもちょっとこれ。5分。ああ、もう、わかんないや、もう。これ撮ってもかな。ああ、まあまあ、これは撮るけどさ、撮るけども、予想と送風よね。これはそういうあれか。角でも打っといて、歩を取ってきて。ああ、そうきましたか。これは、まあ、取るのかどうかわかんないけど、さあ、どうすんのかな。ああ、もう時間がないな。本当にこれ。これだったら、それだったらこれ、ここで、ここまでなって。桂馬が上がってきた。まあちょっと一旦こうしてね。銀か。銀できました。どうしようかな。ちょっとこの辺桂馬でも打ってみて。なんかこれ、これ金でつまない？ああ、勝った勝った。ああ、勝ったよ。珍しいやん。U-Win。珍しいな、将棋で勝つって。珍しいですね、これ。将棋で勝つって珍しいやん。さあ、まあ、さてさて、将棋で。あとは、囲碁もちょっとやりますかね。囲碁ね、ちょっと。囲碁だと、これ、珍しいね。もう一度やるの、これはもう、解析って。今の駒が見えていたのかどうか、ちょっとこれ。まあいいや、まあこれはこれ置いとこう。まあ将棋はこのぐらいにしといて。まあこれもちょっとこれ。囲碁もね、乃木爪。乃木爪囲碁。囲碁もちょっとやってみますか。いや、しかし、将棋で勝つの珍しいですね。将棋で勝つんで、珍しいや、ほんと。
ほんとね。あれ？ああ、これでインストールで。まあ、やっぱりね、ある程度、本当の初心者ってあんまりいないですからね。みんなある程度強いですからね、なかなか勝てないんですけどね。んで、将棋ウォーズだと4勝6敗ですか。まあ、4勝6敗だったら、まあ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 、勝負にはなってるっていう。そうだな。ただ、ちゃんと駒が映っていたかどうか。さあ、これで入るのかな。ああ、一応、なんとか。なんとか入ったみたいで。これで、今、初段に上がったんですか。まあ、だいぶね、これは新ですね。自動申請でいいのかな。おお、キャキャ、早くも来ましたよこれ。あ、でもこれ。対局を始めます。こっちは黒番？お、なかなか。いや、これまたね、こうちょっと避けられるかもしれないですね。これ2手目でなかなか打たないでしょ。10手以内だとこれノーカウントになりますからね。なんか、いや別にいいですよね。ああ、打てた打てた、よかったよかったよかった。またダイレクト三三行きますかね。多分映ってるかな。ちょっとこちらに、まあこれは最近だとこういう、まあよくこういうのがあるんだけど、これこっち側が押さえるかな？いやでもまあいろいろあるんだよね。逆側から行くのもあるし。これなあ、あんまり同じようなことばっかりやってると、まあ今度は普通に、あれしますかね。またやっちゃう？またやっちゃう？一つ覚えみたいに。まあこれがね、最近はね、こういうのがね、よく流行ってるんですけどね。これは、ちょっとこの辺に、攻めに行きたい感じかな。こういうのは、これは、これすると、これ難しいんだよね。ちょっとこの辺にこう打っておこうか。まあ、ここは形なんだけども、ここを、まあちょっとこの辺にこうやって。
もう一個ぐらいあれするかな。まあ、ここは味にしてもらって。まあ、これ、このままこう囲まれるとちょっと大変だから、まあ、ちょっと動き出すんじゃないかと思いますけどね。まあ、これもなんか変な感じの打ち方ですね。ああ、感じは出ていますよね。これは跳ねるんかね、やっぱり。跳ねるぐらいですかね、やっぱ普通は。まあ、なんかやっぱりちょっとこの強そうだな。強そうだな、この人。これ二段バーにしたらどうなる？こう取ってこうか。まあ、これでも、追断じゃ下下がって、こう、面白くないかな。これだったら下かな、残し。まあ、二段までしてても簡単に収まらせるのはつまんないな。まあ、でもあれか。まあ、ここはもうこれぐらいでトップしときますか。それで、両当たりしたら、まあ、どっちか、本抜きできるから。簡単にこれでもうトップしときますか。ああ。これはバラすぎ。バラすぎってあんまり良くないんだよね。まあ、こっちついどくらいかな。これはサーファーでいいんかな。まあ、ここちょっとね、おっと、これはなんか、これは何？まあ、なんか、まあ、こっちから押すぐらいだろうけど。まあ、これでどうすんのかな。まあ、これピン次しときますかね。ん、どこ行った？ああ、そこか。これまあ、どうするかな。まあ、まだここは一応、あれなんでしょう。で、ん？どこ行ったの？ああ、こっちか、こっち。二段まで、まあ、これは最近はこんな、あれですかね。まあ、これでちょっとあんまり、攻めが効きにくいかな。まあ、これ次ここが合うかな。まあ一応この辺に構えておいてか。こうしたらまたこの辺に滑ってくるのかな？こっちから来るかな。まあ、一応ちょっとこれは挟んで。
どう？まあ、これはこんな感じでいきますか。うん、まあこれは次飛んできたらこっち行って、ああまあ一応これ、うん、ああここで、これとか同じぐらいだから、まあ字は、ああ、こっちの字があるな。まあちょっとわかんないね。これからの、あれ次第ですよね。まあちょっとここは、こう言ってもなんかあんまり、あ、これおかしかったかな、やっぱり。これは、下これどうなんかな？違う。あ、目はあんのかな、これ。まあまあ、ちょっとこれはこうして。これはどうなんかな、まあ、一応これ切ることは切るけれども、うん、まあでもこれはちょっと一応つけるぐらいで。まあ、一旦ここは曲がっておくかな。
まあ、ちょっと取れるような石じゃないかな、これは。うん、これがあるから、まあちょっと取れるような石じゃないし、まあちょっとこっち側に持たれてみたいな感じかな。まあ、取れるような石じゃないと思うんだよね、これ。うんうんうん。ああ、それでもう、そんなんで目ができるんですか？まあどうかわかんないけど。どうなんかなこれ。ちょっとわかんないけど、これで目できるのかな？これはどうすんの？これはついでくるのかどうなのか、声にするのかな？まあ、甲に弾くかもしれないね。これがもうちょっともう、こっち側にこう、まあ、もたれていきますか。これは無理だからね、こんなん。こんなんじゃ。これどうすって言うのこれ。まあまあよくわかんないけど。ここら辺に行くの？これはまあ、こうしなきゃ、まあ、まずいでしょう。これってどうなの？これ、こうしたら。これで、まあ、こんな感じでやっていくかね。これは、まあ別に。これを、3手か。3手だと、まあ、これでいけるのかな。あ、これ石頭勝利があるかな？どうだろう？これだと、これは多分取れてると思うんだよね。ただまあ、これぐらい取ったって、まあ、語がいいかどうかはわからないけど。
うん、まあ、貧乏渡りはできるかな。ん？どこ行った？どこ行った？あそこ切った。これは値してもごついだらこっちとこっちが見合いですよね。これはでもこれで、まあこれはこれで取っておいてと。次ここを行かれると多分目がない。ああ、でもここ利きか。ここ利きがあるから、あれか。でも下から、下からまくってどうかな。下からまくって、攻め合い、まあこれそんなに、これ下からまくって、これ攻め合いが厄介だね。こうするでしょ。で、これちょっと待ってよ。これ、ここをすると、下からまくって、ちょっとね、これやってみよう。これどうかな。多分取れてるんじゃないかな。多分取れてると思うんですよね、これはね。
おーっと、そんなとこ手がありますか？ちょっとまた嫌なとこ来られましたね。ここで、まあちょっとこれはここぐらいしか思いつかないや。ああ、これは取らなきゃね。これは取るしかないよね。まあ、これでどうすんのかな。まあまあ、こっちに出ておけば、なかなか捕まるようなことはないでしょう。まあまあ、こっち出ておこうが、まあこっちがね、大きいから。ああ、そうそう、ここもね、大きかったんだよね。これは、これでこれを切っちゃうと、こっち攻め合いはそんな手はないと思うから、これだよね。まあ、これでもし次だら、まあ、ここ切るぐらいでもね、だいぶあれだろうし。どうすかな、ここ切っちゃうかね。これでも、これも大丈夫って言うんですか？これはでもこっちに次のこっちをこうはかね、まあまあ、今もそれはそうなんだろうけど。まあこれ攻め合いはね、大丈夫。もうそんな手はないと思うから。これはね。で、どうするのかな？勝ちですか。ということで、まあ、まあ、いいとしましょうか。ですかね。みんな、今日は、もうこんなもんですか。じゃあもう、今日はこんなもんにしておきますかね。これ。絶芸のね、検討もできるんですけど、この前ね、石が落ち着かなかったからな。まあ、どうぞ、まあまあ、ちょっとだけこう、絶芸の検討、これは、46で、絶芸の、
今の件、見えるかな、これ。この前、こう、白石が見えなかったんだけど。ちょっとこれ。ああ、なんか、最初のうちはあんま良くなかったみたい。なんか途中までだいぶ悪かった。うん、まあ良かった時期もあるけど。うん、まあこれはだから、黒番は、うん、だからちょっと数字落ちたところを見てみよう。ここで、次で落ちたんだね。うん、これこう打ったんだけど、これは絶芸推奨の手は。ああ、ここですか。うん。ほんで、うん、ここからもちょっとまた下がってるみたいだから、まあ、ここちょっと絶芸の推奨の手を。まだこっちかな？あ、今度こっち。まあ、この辺、まあ、どっちかこっち行っておくのが大きかったってことですね。次もまだ、ちょっと下がってる感じなのかな。まあ、この辺はもう全部ちょっとあんまり良くない。うん、これもまたここが良くて。これに対してもちょっと、もう全部この辺見ますか。伸びの方が良かったと。あ、伸びじゃない、下がりか。これ上につけた、来たんだから。だから、伸びで良かったということですね。こう、跳ねじゃなくて伸びと。ここもなんか、いや、ここもちょっともう全部この辺見ましょうか。こっちに当てる。なるほどね。いや、ここまで。この辺はまあ、こんなもんじゃないかな。この辺別にこんなもんでしょ、そんな。これもちょっと下がってるところも、これもちょっと。まだこっち。これはわかんないな。こういうとこが大きいのか。で、まあ、ここから、で、これは下がって、まあ、こっからはもう上がっていってるから、ちょっと、この辺の大きく落ちてるところを、これはちょっとずつだからな。この大きく落ちたってあたりのところをね、この方が変な手だからね、ちょっと。もうそれはやめてこっちがいいと。なるほど。これもちょっと。これで下がっちゃった。ここも、これはまあやっぱりいかにも変な手だからね、確かに。これは変な手だから。これはやっぱおかしかな。ここね、こういうとこやっぱ大きいよね。この中だいぶ下がってる手で、この辺がすごいまずかったんだよね。いかにもおかしいもんね、この辺は。こっちか。こう打つもんなんか。まあ、これ一応遮断すると。なるほど。それは
分かるって言ったね。うん。で、これも下がってんのかな？これどうなんだろう？ちょっと。ああ、なるほど。これは、なるほど。この方が数字がいいか。あ、もうなんか下がってる。もうどんどん下がっちゃっても。まだ10箇所ぐらいできるのか。これもなんか、これは、ああ、飛びか、なるほどね。じゃあもうこの辺ずっと悪かったね。もうずっと悪かったのね、この辺。ここはそんな下がってない？どうなのかな？ここは下がってない。下がってはもう、一番下まで行ってるようなところだから。ちょっとこうやって、てかこれ。この辺でまたひどいんだよね。違う。これは別に。これが おかしいのかな？これが良くないのかな？ここか。ここは、そう。ここはどう？これ切り取れるのかな？どうなんだろう？まあ、なんか手になってるみたいですよね。なるほど。まあ、この辺はちょっと、大きく下がったて、これはでも、次でしょう。もうちょっと前かな。いやでもこれはこれでしょう。ああ、それともなんか別にまくるなんて言ってるのかな。あ、これこっち、こういう手かもしれないね。ここは下がるとか。ああ、でもこれはやっぱり次でよかった。まあそうやね。ここは次だよね。ここら辺からまた大きく下がってんだけど。ああ、これ伸びるとこですか。伸びるとこ。これでもこれしかないんじゃないの？やっぱね、これ正しいよね。正しい手打っても数字下がるとは何なのかよくわかんない。これは、ここに打ったんだっけ？ああ、これ正解だよね。この辺はもう、まあ一応、まあこれはここだろうけど。
違うかな。これ以外ある？やばそうだよね。こんなんここしかないよね。うん。もうこの辺からはもう勝ちましただよね。うん。まあ、この辺、こっからはもういいですか。うん、もうこれはいいですか。ということで、まあ、今回は、まあ、ここまでにしますか。ね。もういいでしょう。うん。あっとっとっと、これはなんか、これを消してか。ん？まだこれも消して。んで、これも外して。はい。ということでね、また、今日ちょっとね、この前金曜日ができなかったんでね、ちょっと月曜日になりましたけども、またなるべく金曜の夜に、うん、まあ、10時台から11、まあ、10時から11時の間ぐらいですかね、その辺からなるべく始めたいと思います。10時半ぐらい、ですかね。まあ、その周辺にね、なるべく始めたいと思いますんでね。うん、ただ、まあ、ちょっとここの場所が取れなかったら、またね、今日みたいに別の曜日になるかもしれませんけど、まあ、なるべくね、金曜日の、まあ、曜日にやりたいと思いますのでね。また、よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。